さて、3月の21日宮城のこの土屋戦で まず土屋が入場。キニョネスの姿がありました。そして今度工藤が入場します。まだ工藤は姿を見せません。 黒さん、はい、キニョネスと土屋、そしてこの一戦、3点21宮城というのは何かちょっと異常な雰囲気がしましたが。そうですね、やっぱり私がリングに上がってからそのビクターっていう存在に気づいたんですけども、ただ男子で試合が合わさずっていうのは今までないんで、嫌な予感はしたんですけども、 試合前になんかちょっと不安にはなりましたね。野口正義様より、タイトルマッチ宣言です。ベルトを持って、ただいまより行われる試合は、選手権者工藤恵、挑戦者シャーク土屋とする WWE選手権、および、インディペンデント、ワールド世界女子選手権試合であることをここに宣言する。平成9年3月21日、フロンティアマーシャル。引退を目前に控えた工藤ですが、 何やら嫌な雰囲気のこの試合です。続きまして、チャンピオン工藤恵選手よりチャンピオンベルトを一時返還でございます。工藤選手にとってこのチャンピオンベルトというのはどういうものだったんですか。このベルトを取ったのが、昨年 5.5 のコンバット戦、トヨタの引退式のベルトなんですけども、その時に取ったものなんですけども、約1年弱ですか、防衛戦がなかったんで、その間ですね、蓄えてたものっていうのをこのベルトに出し尽くして、また防衛しなくちゃいけないなっていう気持ちがありました。しかし今の話で思い出しましたが、 5.5 コンバット戦すごかったですね。あの試合も私中継をしまして、トヨタ選手と話をする機会もありました。いや本当にもう何とも言える試合だったというふうに本人も言ってましたけどね。私にも特に印象に残る試合になりました。そうですか。壮絶でした。さあちょっと表情に緊張感がありますか。工藤です。そしてまたちょっと物憂げな目線を配りました。これは何か意味があるんですか。 やっぱりマネージャーですか、出してほしいっていう、そういう、なんでみんな、何か起こるんじゃないかっていう気持ちが私の中にはあったんで、できるならば、目の届かないところに追いやってほしいなっていう気持ちは、それが目の光なんですね。非常に物憂げです。したがって集中力をちょっと欠いてるようなね。そうですね。 気持ちが分散してしまってるなって思いますね。はい、さあシャーク土屋に触れていただきましょう。シャーク土屋とはどういう存在なんですか。今までコンバット豊田が私にとっての敵友でもあり、ライバルでもあり、いろんな構想をかけてやってきたんですけども、豊田の中にはやっぱり心の中でつながる部分があったんですけども、同じライバルと呼ばれてる土屋にはそういうのは全くないんで、豊田とは全然違うライバルですね。 まず飛んでリズムを掴んだのはこれ工藤です。逆にこれ土屋、場外戦大変に危険です。選手には十分ご注意してください。長い歩み道は平行線。思えばしかし 4.29 最後の対決はこの土屋ということになります。 これは 3.21 の宮城。いつもと違う独特な試合前のムードから、さあ椅子同士の対戦になりました。いいドロップキックです。<笑>
ときには気をつけなければいけないこと、あるいは意識していたことっていうのはあるんですか？ですね、やっぱりパワーではかなわないんですけども、やっぱり、体の大きさとかも違いますし、ただやっぱりもう土屋に関しては私はもうとことん体でぶつかっていきたいなと思っているので、まあ、技もそうですけども、あとはこういうスタミナを奪っていくような技ですか、そういうものを出していきたいと思っています。日本一悪い女と言われます土屋。本当に一番気をつけなくちゃいけないのは狂気ですね。そうですね、何と言いましてもね。まだその狂気攻撃というのはこの試合に関して言うならばありますか？逆にいつ使うのかというところも一つの見どころになります。いち早く工藤です。まあ常に怪我と戦い、満身創痍といいますか、体調不十分なことばかりだと思いますが、この頃のコンディションはどうだったんですか？この頃は、まあ、もう腰ですか、私はもともと腰悪いんですけども、時と比べたら良くなってはいたんですけど、引退を発表してから、周りのこう突き上げっていうものがすごく大きかったんで、怪我はもう増えましたね。敵との戦いもさることながら、その怪我との戦い、自分自身のコンディションを維持する、本当にご苦労だったでしょうね。最後はもうゴールが見えてるんで、それに向かって体調調節していったんで、そんなに苦にはならなかったですね。さあもう一度工藤です。土屋工藤に声援が飛びます。さあ土屋椅子一つリングの中です。工藤を下田が打ちつけました。工藤に火がついたか。土屋を攻めます。今の狙いはいいんじゃないですか。逆に利用しました。そしてこの椅子、そして土屋、今ダメージがあります。工藤ちょうど椅子を狙います。上がるか。これ相当ウエイトなんですね。ゴンゲカゴンゲカ。しかし私はいつもあの工藤さんの腹筋を見て思うんですが、随分ように鍛えてるなっていう感じがありますね。そうですね、それはよく言われますね。いやもう感動的なほど割れてますもんね。やはりこういう切磋琢磨なくしてはこのハードな試合は戦い抜けませんもんね。そうですね、やはり自分の体を怪我から守るようなものを作っていかないと持たないので、ただ一旦そのリングから離れてブランクがあった、当然筋肉が落ちてます、また一からやり直すから大変な努力がいったでしょ。でももうプロレスがやれるという喜びだったんで、苦にはならなかったですね。そうですか、さあ鎖の攻撃です。これチェーンです。シャーク土屋、86年に全日本女子でデビューした工藤、あれからちょうど12年目ということになります。もうすでにその引退試合に向けての工藤の歴史カウントダウン、この土屋戦です。大丈夫だ。しかしこの鎖がちょっと首元気になります。これかなり深く巻いてあるんですか。30ぐらいに。うわ、そうするとなかなかこれほどきようがないんですね。そうですね、両端から引っ張りますから当然これ締まります。あー、これかなり呼吸も苦しいんじゃないですか。じゃあもう固まっちゃうんで、なかなか思うように取れないもんね。そしてこれ女性ならはよくわかると思いますが、毛先が随分臭いにね、引っかかりますので、
首もさることながら引っ張られる髪の毛の毛細血管、あれはこうやってつながれますと本当に逆に締まってまいります。でまたこのえげつないちょっと挑発するようなキック、あこれかなり苦しくなりました。出てきました、レーナーです。これ私などは久保さん何度見てもちょっとギュッとしてしまうんですが、実際これどうなんですか、目の当たりにすると恐怖感ないですか。感はありますね。ですね。特にこれも押さえつけられてるんで、身動き取れないところにこれを持ってこられちゃったらもうたまったもんじゃないですか。そうですよね、ちょっとこれ工藤が心配です。しかしこれ駆動の額を割りますか。見てて思い出しますね。そうですか。っていうのどうなんだこれ。もうすでに額を切ったのか。これは当然のことながら血液も目に入ってきます。そしてこの傷口、あーこれはかなりかなり必要な攻撃になりました。あの鎖がほどけないんですね。逃れようがない。残酷な言い方かもしれませんが、工藤さん、はい、ご自身でこのシーンをご覧になって、痛みがやはり思い出されると思います。思い出されますね。この瞬間も痛いですけども、やっぱり、まあ、裏のことを話せば、試合終わってからも、やっぱりずっとこの痛みというか、お風呂入るのも大変ですし、傷の手当てとか、やっぱりもう髪の毛も一緒に切れちゃってるんで、そういうのもね、なんか終わってからもそういう痛みっていうかそういうのが続くんで、はい、やっぱりね、大変ですよね、こういうのですね、はい、戦ってる時はよく気が張っているからさほど痛くはないなんていうような評価をする方はいるんですが、とんでもない話で、しかしなおさら試合後の痛みは募る。大変ですね。はい、また捕まりました。今の首のこれ折れ方半端じゃありません。腰といい、首といい、背中といい、満身創痍の12年間です。工藤特にこのシャーク土屋戦は肉体的ダメージを受けました。さあこのテーブルをどう使うのか。工藤が立ち上がります。あしかし足元がかなりふらついている。ひょっとしたら視界がぼやけてるのかもしれません。実際この相手への認識というのは、あっとようやく、しかし工藤が捕まりました。いやしかし工藤だ、この辺りが工藤だ。土屋を捕まえた、いいキレだ。
あたり一連の動きいいじゃないですか。ですね、やっぱり一つ二つ三つで続けていかなければダメージには与えられないんで、立て続けにここだと思った時には行きたいですね。はい、使えません。逆に今工藤が構成か、いや土屋か、工藤が腕を取りました。さあ今度はアルカ上がった。自分の持ち味を存分に発揮し始めました工藤。そしてこの机をどう使いますか。足を立てて、そして工藤は土屋をどう攻めるのか。場内からやっちまえというその声に今 3.21 宮城森の都仙台で、さあ工藤トップロープだ。あー、これがあるんだ、これがあるんだ。何だったか分かんなかったですね。そうでしょうね、今のは見えてませんね。あー、しかしこれはなんというということだ、大逆転だ。これは全く意表をつかれました。この時点でも工藤さんはあそこでなんで逆転が起きたかわからないんですね。わからないです。ただもう激痛が腰に走ったんですけど、はいはい、何がなんだか全然わからないうちに。そうですね。で今グロッキーなんですが、土屋は2であえてこれあえて状態を起こしました。これは下との連携プレーになりました。とんでもないことが起きた。机が、いや椅子が3つ用意されました。八分通り工藤がものにしていた試合、逆転、大逆転で土屋、体勢が全く入れ替わりました。椅子の上のパイルドライバーはこれは効くだろう。これはどうなんですか工藤さん、はい、水平のマットと違います。凸凹、はい、がある、それも三脚並べている椅子、はい、どこに当たるか分かりません。分からないですね、やっぱり、ね、椅子の分だけ高くなっているので、はい、あの頭はすごく打ちやすくなっているので、はい、かなりのこれは衝撃です。2であえて起こしました。この辺りの意識はどうなんですか。この辺は、はい、もう試合終わってもし覚えてないんで、あのさっきのテーブルの、はい、あそこで頭、ちょうど角に頭が当たったんですね、はい、それからほとんども覚えてないんです。あ、そうするとこれはもう人形状態です。いつでも決められた中で、いつでも決めることなく、そして最後に仕留めてみせました、シャープ土屋。いやー、なんという屈辱的なフォースでしょうか。工藤さん、はい、ご本人あえて残酷なことを伺いますが、はい、なんという屈辱的な負けでしょうか。そうですね、やっぱりこれ以上ないですね。残酷な言い方かもしれませんが、工藤さん、はい、ご自身でこのシーンをご覧になって痛みがやはり思い出されると思います。思い出されますね、やっぱりこの瞬間も痛いですけども、やっぱり
まあ、裏のことを話せば、はい、試合終わってからもやっぱりずっとこの痛みというかお風呂入るのも大変ですし、はい、傷の手当てとかやっぱり、ね、髪の毛も一緒に切れちゃってるんで、そういう部分も、ね、なんか終わってからもそういう痛みっていうかそういうのが続くんで、はい、やっぱりね大変ですよね、こういうのですね、はい、やってる時はよく気が張っているからさほど痛くはないなんていうような評価をする方はいるんですが、とんでもない話で、しかしなおさら試合後の痛みは募る。大変ですね。はい、ようやく駆動ですが、また捕まりました。今の首のこの折れ方半端じゃありません。腰といい、首といい、背中といい、満身創痍の12年間です。工藤、特にこのシャーク土屋戦は肉体的ダメージを受けました。さあこのテーブルをどう使うのか。工藤が立ち上がります。あ、しかし足元がかなりふらついている。ひょっとしたら視界がぼやけてるのかもしれません。実際これ相手への認識というのは、あーっとようやく、しかし工藤が捕まりました。いや、しかし工藤だ、この辺りが工藤だ。土屋を捕まえた、いいキレだ。この辺り一連の動きいいじゃないですか。ですね、やっぱり一つ二つ三つで続けていかなければダメージには与えられないんで、はいはい、うん、立て続けにここだと思った時には行きたいですね。はい、上がりましたか。逆だ。しかし工藤、机を入れたまままだ使えません。逆に今工藤が構成か、いや土屋か。工藤が腕を取りました。さあ今度はアウト、アウト、カウントダウン。この土屋戦です。これはきついか、大丈夫だ。気になります。これかなり深く巻いてあるんですか。30ぐらいに、うん、巻かれていると思います。そうするとなかなかこれほどきようがないんですね。そうですね、両端から引っ張りますから当然これ締まります。あー、これかなり呼吸も苦しいんじゃないですか。じゃあ、溜まっちゃうんで、はい、なかなか思うように取れないのに、そしてこれ女性ならはよくわかると思いますが、毛先が随分臭いにね、はい、引っかかりますので、首も去ることながら引っ張られる髪の毛の毛細血管、あれがこうやってつながれますと本当に逆に締まってまいります。でまたこのえげつない、ちょっと挑発するようなキック、あー、これかなり苦しくなりました。出てきました、例のものです。これ私などは工藤さん何度見てもちょっとギュッとしてしまうんですが、実際これどうなんですか。目の当たりすると恐怖感ないですか。感はありますね。ですね。特にこれも押さえつけられてるんで、身動き取れないところにこれを持ってこられちゃったらもうたまったもんじゃないですか。そうですよね、ちょっとこれ工藤が心配です。しかしこれ駆動の額終わりますか。見てて思い出しますね。そうですか。っていうのどうなんだこれ。もうすでに額を切ったのか。
これは当然のことながら血液も目に入ってきます。そしてこの傷口、これはかなりかなり必要な攻撃になりました。あの鎖がほどけないんですね。逃れようがない。これは脳天だ。ありますか。逆にいつ使うのかというところも一つの見どころになります。いち早く工藤です。まあ常に怪我と戦い、満身創痍といいますか、体調不十分なことばかりだと思いますが、この頃のコンディションはどうだったんですか。この頃は、まあ、もう腰ですか、はい、私はもともと腰悪いんですけども、時と比べたら良くなってはいたんですけど、はい、あの引退発表してから、周りのこう突き上げっていうものがすごく大きかったんで、怪我はもう増えましたね。敵との戦いもさることながら、その怪我との戦い、自分自身のコンディションを維持する、本当にご苦労だったでしょうね。最後はもうゴールが見えてるんで、はい、それに向かって体調調節していったんで、はい、そんなに苦にはならなかったですね。さあもう一度工藤です。土屋、工藤に声援が飛びます。さあ土屋、椅子一つリングの中です。工藤を下田が打ちつけました。工藤に火がついたか。土屋を攻めます。今の狙いはいいんじゃないですか。逆に利用しました。そしてこの椅子、そして土屋、今ダメージがあります。工藤ちょうど椅子を狙います。上がるか。これ相当ウエイトなんですね。ゴンゲカゴンゲカ。しかし私はいつもあの工藤さんの腹筋を見て思うんですが、随分ように鍛えてるなっていう感じがありますね。そうですね、腹筋がよく言われますね。いやもう感動的なほど割れてますもんね。やはりこういう切磋琢磨なくしてはこのハードな試合は戦い抜けませんもんね。そうですね、自分の体を怪我から守るようなものを作っていかないと持たないので、ただ一旦そのリングから離れてブランクがあった、当然筋肉が落ちてます、また一からやり直すから大変な努力がいったでしょ。でももうプロレスがやれるという喜びだったんで、苦にはならなかったですね。そうですか、はい、さあ鎖の攻撃です。これチェーンです。シャークツシア、86年に全日本女子でデビューした工藤、あれからちょうど12年目ということになります。もうすでにその引退試合に向けての工藤の歴史、目の届かないところに追いやってほしいなという気持ちは、それがあの目の光なんですね、はい、非常に物上です。したがって集中力をちょっと欠いてるようなね。そうですね、気持ちが分散してしまってるなと思いますね、はい。さあシャーク土屋に触れていただきましょう。シャーク土屋とはどういう存在なんですか。今まで、はい、コンバット豊田が私にとっての良き友でもありライバルでもあり、いろんな構想をかけてやってきたんですけども、豊田の中にはやっぱり心の中でつながる部分があったんですけども、同じライバルと呼ばれている土屋にはそういうのは全くないんで、豊田、とは全然違うライバルですね。まず飛んでリズムを掴んだのはこれ工藤です。逆にこれ土屋、大変に決定戦士には十分ご注意してください。互いに歩む道は平行線。
思えばしかし 4.29 最後での最後の対決はこの土屋ということになります。これは 3.21 の宮城、いつもと違う独特な試合前のムードから、さあ椅子同士の対戦になりました。意識していたことっていうのはあるんですか？ですね、やっぱりパワーではかなわないんですけども、やっぱり、体の大きさとかも違いますし、はい、ただやっぱりもう土屋に関しては私はもうとことん体でぶつかっていきたいなと思ってるんで、まあ、技もそうですけども、あとはこういうスタミナを奪っていくような技ですか、はい、そういうものを出していきたいと思ってます。日本一悪い女と言われます土屋。本当に一番気をつけなくちゃいけないのは狂気ですね。そうですね、何と言いましてもね。まだその狂気攻撃というのはこの試合に関して言うならば、旧爆破デスマッチで行うことを決意した工藤だが、引退を目前に控えた彼女は思わぬ落とし穴にはまってしまうことになる。さて3月の21日宮城のこの土屋戦です。まず土屋が入場。キニョネスの姿がありました。そして今度工藤が入場します。まだ工藤は姿を見せません。工藤さん、はい、キヨネスと土屋、そしてこの一戦 3.21 宮城というのは何かちょっと異常な雰囲気がしましたが、そうですね、はい、やっぱり私がリングに上がってからそのビクターという存在に気づいたんですけども、はい、まあ、ただ男子ですマネージャーですか、はい、と、まあ、女子の試合が合わさるっていうのは今までないんで、まあ、嫌な予感はしたんですけども、はい、試合前になんかちょっと不安にはなりましたね。野口正義様よりタイトルマッチ宣言です。ベルトを持ってただいまより行われる試合は工藤です。選手権者工藤めぐみ、挑戦者シャーク土屋とする、そして挑戦者が土屋、世界女子選手権およびインデペンデントワールド世界女子選手権試合であることをここに宣言する。平成9年3月21日フロンティアマーシャルハンディングの引退を目前に控えた工藤ですが、新井翔一、何やら嫌な雰囲気のこの試合です。続きましてチャンピオン工藤めぐみ選手よりチャンピオンベルト一時返還でございます。工藤選手にとってこのチャンピオンベルトというのはどういうものだったんですか？このベルトを取ったのが、はい、まあ、昨年 5.5 のコンバット豊田戦、豊田の引退式のベルトなんですけども、その時に取ったものなんですけども、はい、まあ、約1年弱ですか、防衛戦がなかったんで、まあ、その間ですね、蓄えてたものっていうのをこのベルトに出し尽くして、また防衛しなくちゃいけないなっていう気持ちがありました、ね、はい、まあ、しかし今の話で思い出しましたが、5.5 のコンバット戦すごかったですね。そうです
ですね、あの試合も私中継をしまして、で豊田選手と、まあ、話をする機会もありました。いや本当にもう何とも言える試合だったというふうに本人も言ってましたけどね。私にも特に印象に残る試合になりました、はい、そうですか、壮絶でした。さあちょっと表情に緊張感がありますか、工藤です。そしてまたちょっと物憂げな目線を配りました。これは何か意味があるんですか。やっぱりまあ、マネージャーですか、はい、出してほしいっていう、そういう、なんでみんな、まあ、何か起こるんじゃないかっていう気持ちが私の中にはあったんで、まあ、できるなら